外国語の勉強鈴木綾子少し前から韓国語を勉強するために韓国語教室に通い始めました韓国語は何年も前に独学で勉強していましたが子供が生まれて勉強をやめてしまいましたそうしたら すっかり忘れてしまいました。覚えるのは時間がかかるのに忘れるのはあっという間です。なんだかもったいなく感じてまた勉強し直すことにしました。韓国語は日本語と文法構造が似ているので日本人にとって 勉強しやすす。いい外国語だと言われていますでも文字は全く違いますし発音も日本語にはない音がたくさんありますからやはり大変です普段は日本語を教える仕事をしていますが教わる立場になってみると 気がつくことがたくさんあります。教わりながら自分の教え方を振り返って反省することも多いです。外国語学習にとって最も大切なことは勉強をやめないことだとどこかで聞いたことがあります。 頑張って続けるという積極的なものではなく、とにかくやめないことだそうです。私も今度はやめないで、長く付き合っていこうと思います。